サーフィンオタク、私が得意で手術をしているサーファーズイヤーの手術についてはどれぐらいちょっとマニアックな工夫をしているか。まずダブルコンケーブ、鼓膜からこう外側に向けて高まりがあるとちょっと水抜けが悪くなりますので、波待ちをしている時にこう下になるこう外臓の下側と、こう寝た時にはこちら側がこう背中側が後ろになりますので、下と後ろですね、こちらに骨の高まりがないようにコンケーブを入れる。皮膚をしっかり残すとそこの耳の処置が少なくて済むんですよね。オリジナルの手術道具、私がサーファーズイヤーの手術になったのが北カリフォルニアのサンタクルーズ、2013年田倉先生のところの手取り足取り教えていただいて、もう明日帰りますという日にはるかプレゼントをこうポンポンポンと3つその前に並べられて、これで日本のサーファーはお前が直しなさいいただいたのがのみとボンキュレットで、それで私ずっとやってるんですけども、毎回ですね、手術が終わった亀岡の砥石で研いでます。常に手術方法を改善改善改善です。今の一番新しいやり方っていうのがベストになるように突き詰めてやってます。